こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、ちょっと変わったもの、これなんですけどね、これちょっとね、まだまだちょっと色薄い、色薄かったんですけれども、これ布ですね。布に印刷してみました。はい、これはですね、前にもちょっと紹介していたんですけれども、これはですね、布とかですね、まあ今回は布なんですけれどもに印刷したんですけど、これ陶器のね、マグカップであるとかお皿にも印刷できるわけなんですよね。これはですね、この、消化インクっていうのを使います。これ消化インクっていうのは何かっていうかですね、まあ通常は普通のインク、これですとね、4エプソンって書いてありますね。エプソン用の、消化インクなんですけれども、まあこれはエプソンの純正品ではないんですけれどもね、純正品っていうのはないんですけど、消化型のインクっていうのはね、エプソンにはね、これはまあインク屋さんが作ってるやつなんですけど、消化インクっていうのがあります。これは通常は液体としてですね、エプソンのインクと同じようにですね、まあプリンターに使えるんですよね。ただしこれの違いはですね、この熱を加えるとですね、固まる性質を持ってるんですよ。なので一回ですね、このまあこれがもうこういうふうにですね、プリンターで印刷します。エプソン、これはエプソンのプリンターで印刷したんですよ。ブラザーのプリンターでも多分使えるんですね。キャノンは使えないです。後でちょっと説明しますけれども、キャノンは無理です。消化インクはキャノンのプリンターでは印刷できません。これね、普通に、プリンターで、消化インクを使ってなんですけどね、こう普通にデザインしたやつをこうシート、ちょっと特殊なシートなんですけれども印刷します。それをですね、この例えば布にですね、あれ、ここか、布にですね、こう当ててですね、アイロンかけるんですね。その温度とかもまだ調べてないんで、一応まだこう試作なんですけど、アイロンかけるとですね、このように転写できます。で、多分ですね、家電売り場のこう紙とか、プリンター用の紙とか売ってるところにアイロンプリントっていう紙が売ってると思います。はい、それもですね、プリンターで印刷してアイロンでこう熱するとですね、同じようにですね、布にこう、転写することができます。ただしですね、違いがあります。今回のこの消化インクっていうのは実はですね、業務用っていうかですね、商売にしてる人たちがいますね。よく、印刷、T シャツに印刷するのとかね、そういうのはね、こいつを使ってるらしいですね。はい、その情報はですね、プリンターの修理をしてた時にですね、ちょっといただいたんですけれどね、ちらっとそういう消化インクっていうのあるよっていう話をされて、それ調べた結果ですね、こっちにたどり着いたんですけどね、もう半年前ぐらいからこれ買ってあったんですよ。これ1本ですね、高いんですよ。1本が3000円ぐらいするの、3、4000円するんですよね。はい、なんですけど、これ何リットル、110ミリリットル入ってますから、相当持ちますけどね。これも、エプソンのプリンターだと6色ですね。6色用意しなくちゃいけないんですね。はい、それで、まあ何の話だっけな。それで、これ、一般に売られてるね、アイロンプリントっていうのは、この紙の上にですね、ちょっと特殊な加工がしてあって、その上に、普通のインクで印刷するんですよ。そうするとその特殊な加工してた部分が剥がれてですね、転写されるんですよ。その関係でですね、この例えばキティちゃんだったらキティちゃんの絵を印刷するときに、
この周りのものも全部白の部分もですね、その、特殊なこう樹脂みたいなものが、綺麗にね布に貼り付いてしまうんですね。でツルツルした感じになります。はい。それしてそのこれシールみたいに貼り付いてるんで、結構ね、洗濯するとですね、ゴシゴシ洗濯すると取れてきちゃったりなんかするんですね。そういう耐久性の問題とかありますんでね、趣味的に使う分にはまあ問題ないんですけれども、業務用としてですね、製品として印刷した T シャツをまあ、収めるとかね、そういう場合にはね、ちょっとね、そういう一般に売られてるアイロンプリントだとちょっと問題がありますね。なので個人でちょっと試すには別に問題ないと思います。いいんですけどね、それ商売にしてね、耐久性とかいろんなの考えた場合はそれは使えないですし、あと、コスト面ね、1枚100円ぐらいしちゃうんじゃないかなと思いますね。なのでちょっと無理なんですね。それに対してこの消化インクを使った T シャツとかですね、マグカップの印刷ですと、まあコストは最初これ小さいボトルがないんで結構2万円ぐらいのコストかかるんですけど、その後のコストがですねほとんどかからないんですね。まあ特殊な紙を使うんですけど、この台紙としてね、この印刷してこれ転写するための台紙として特別な紙を使うんですけど、それ100枚入って1000円ぐらいのものなんで、そんなにコストは高くないんですよね。なのでまあコスト的にも品質的にも、業務用に耐えるインクっていうことになります。そしてですね、まあこう今回ねちょっとね、ちょっともうちょっと転写もうちょっと綺麗にいくんだと思うんですけどね、適当なやり方でやったもんですかね、こういう感じでね。でこれインクで染めたような感じですね、完全にね。これ裏にもちょっと出てるかな、染めたような感じだから光沢感とかはないんですね。なのであとツルツルとかしてないですね。もう、布地そのものですね、目つぶったら何もこう印刷されてることが分かんないような感じで、これはね一回ね実は洗濯してるの、洗濯っていうかね、家庭用 のキッチン用のね洗剤でもってゴシゴシ一回洗って、それでもう一回アイロンかけてみたんですけど、まあ最初のがね、最初の印刷がそんなに綺麗じゃなかったんで、これ今ねこれムラがあってね、これやり方がいい加減だったんでね、だけれどもまあそれゴシゴシやった後はほとんど変わらないですね、見た目全く分かんないですね。なのでかなりですね、まあ洗濯してもですね落ちることはないですね。もうこのなんだ布にねこの染み込んでるっていうかね、染み込んで固まってますんでね、そうそうね抜けないですね。あとはマグカップとかね、その辺もまあこれから試してみますけどね、これは例えば、まあ、T シャツっていうのもそうなんですけど、ちょっと贈答品にね、贈答品とかですね、こうお土産、そしてねハンカチとかですねタオルとかね、そういうものにちらっとね、これまあハンカチに例えるとこういう感じで、ちょっとこの辺にこうお店のロゴとかね入れるとかね、そういうものね、あと T シャツでお店のこうロゴ入り T シャツとかね、まあ個人のまあこうやりたいのはね、おじさんがね書道やってるんでね、この特にこのオリンピックを目指してですね例えばですね、書ですね、漢字のプリント、ちょっとデザイン考えてね、漢字を、まあ、T シャツに、まあそういう製品ありますけどね、オリジナルのねもの、あとはオリジナルデザインのね、ちょっと猫とかね、そういった動物関係とかね、そういうまあグッズなんかもこう作りたいなと思ってます。何せねこれ業務用なんでね、品質的にはね
一般に売られてる T シャツと同じような感じ。まあ T シャツにもいろいろありますけれども、オーダーメイドの、印刷して、まあ、オーダーでこう印刷してくれる、T シャツとかね、ああいうのはこれ使ってますんでね、全く同じ品質のものができるはずです。まだですね、ちょっと温度のかけ方とかね、ちょっといろいろとね、ムラがあったりなんかしてね、ちょっと今まだ完璧ではないんですけれども、その辺ちょっと調整したらですねできます。でもう一つですね、この僕がやってることとこれがこう重ならないように見えるんですけど、今修理とかやってますよね。これさっき言ったようにプリンターを修理してる時に得られた情報なんですけど、実はプリンターね、古いものっていうのはジャンク屋ですね、1000円、一番安いの100円で買ってきましたね。100円でヘッドさえ壊れてなければまず動かすことができるんでね、そうするとですね、機械面の投資がですねほとんどゼロなんですよね。今は今1台だけちょっとやったんですけど、これは例えば10台で大量にやろうとした時にインクはまあ印刷しただけかかりますけれども、設備投資がほとんどゼロですね。なぜかというとジャンクで買えばいいんでね、あとは修理してしまえばいいんでね、そうすればですねいくらでも、台数増やせます。さっき言ったようにこれはね残念ながらキャノンでは使えないってことです。それはですね印刷方式が違う、プリントのね仕方が違うんですね。キャノンの場合はバブルジェットって言いまして、細い管、まあ例えるならば細い管を熱するんですよね。瞬間的に熱を加える。そうすると液体、これインクなんですけど、インクがこう何て言うんだろうな、沸騰して泡になって、その泡になった時の圧力でもってインクが飛び出すっていう方式使ってます。なので基本的に熱を使うんですね。そうするとですねこの消化インクが固まってしまうんで、キャノンのそうバブルジェットでは使えないですね。でエプソンの場合はピエゾ素子っていうものを使います。ピエゾ素子っていうのはどういうものかっていうとですね、電気的に電圧をかけるとですね金属なんですけど、ピエゾ素子っていう金属なんですけど、それがですね変形するんですよね。電圧をかけるとですねこう収縮するのかな、ちょっとどっちの方向か忘れちゃったんですけれども、ともかく変形します。その変形した時に中に入ってるインクの圧力が変わって、圧力が加わってね、それによってインクが吹き出すってタイプなんです。なので電気は使いますけど熱は発生しないんで、この消化インクが固まることがないと。でブラザーなんですけど、ブラザーはブラザーはですね、なんだっけな、インクジェット、インクジェットって方式使ってますね。インクジェットっていうのは今のこうプリンターの方式の基本になってるものなんですけど、空気でね圧力をかけといて、その空気の弁を開いたり閉じたりすることによってですね、このインクを飛ばすんですね。それは確かね、もともとはね、ヒューレットパッカードが作ったものだと思います。昔インクジェットプリンターっていうのは本当に昔ね、私、まあ、普通にキャノンのバブルジェットとかですね、そういうのが出てくる以前なんですけど、プロッターっていうね、プリンターがありましてね、プロッターっていうプリンターっていうのがおかしいんですけど、そのプリンターで使ってました。ただ欠点としてはインクが詰まるという欠点が昔からね、ヒューレットパッカードの昔のやつねはありました。なのでなかなかですね一般には普及しなかったんですけれども、それがバブルジェット、キャノンがバブルジェットって方式を作って、それがこう品質的にすごく高いかったんでね、それが爆発的にこうプリンターを変える、プリンターっていう方式をね、プリンターの方式を変える、きっかけになったんですけど、でその前はねインク
角リモンっていうね、やっぱ熱で硬化するんですけど、リモン状にまあこういう熱で変化するものを塗っておくんですよね。それで、印刷するときにその、印刷する面をこう電熱線でもってですね、電熱線というとおかしいんですけど、熱を加えることでそこだけをですね溶かして紙に焼き付けるっていう方式だったんですけど、それが以前のワープロとかね、専用機のワープロねなんかの主流だったんですけど、それがまあキャノンバブルジェットができてですね、そしてエプソンのですねピエゾ素子を使ったですねカラリオですかね、その辺が出てくることによってですね、専用のプリンターなんかも、インクリボンからですね、インクジェット式の、プリンターに変わってくる、それでファックスなんかもそうですね。ファックスもレーザーのファックスもありますけれども、以前はねインクリボンを使ったやつですね、こうちょっと長めのなんていうんですかね、サランラップみたいなねインクリボンがあって、それにこう、それを使ってですね、まあ印刷してるっていうことがありましてね、それだとすごくコストがねかかるんですね。すぐインクリボンなくなっちゃうんでね、でそれを解決したのがやっぱりこのインクジェット式の印刷なんですけど、ということで、一つにはそのプリンターがですね、今古いプリンターはねジャンク屋さんでまあ溢れてますんで、ね、オークションでも溢れてますんで、ね、そういったまあ機械をですねまあ修理改造することでですね、こうコストゼロでですね設備を整えられるんですね。でもう一つですねあるのはですね、まだやってはいないんですけどね、要するにパソコンですね。パソコン今Windows ですと Windows 10になってますよね。はい、10は非常に私も今使ってますけど非常に使いにくいですね。Windows 7の方が使いやすかったり、その前は Windows XP の方がずっと使いやすかったですね。重たくなるばっかりでですね、あんまりこう使い勝手は本当に基本的な使い勝手がどんどん悪くなってるようなイメージがあるんで、なるべく早い時期にこう Windows からですね、Microsoft からですね、Linux に移したいと思ってるんですけど、なかなかソフトの関係でね、なかなかできないんですけど、まあちょっと脱線したんですけど、要するに古いパソコンがあるんですね。特に XP のパソコン、それはですね今の普通の仕様ではですねかなりこうビジュアルっていうか映像とかですね、そういう面で負荷が今の使い方は非常に CPU のパワー、あとメモリーのとかですね、そういうものをこう浪費してますんでね、なかなかね XP の、マシンをですね、有効に使う方法がなかったんですよ。それで今もですね XP のマシンは結構たくさんあるんですよ、動くものを含めてね、ノートパソコンの XP とかね。でジャンク屋でも XP ですと 2,3,000 円で買えるんですよね、動くものでもね。なのでねそれをですねそのジャンクのプリンターにつけてですねこう印刷してしまおうと思ってます。要するに汎用機としてのですね、Windows、XP のマシンはですね汎用機としては非常にもうスペックが落ちてるんでね、ならば逆にね使えるものをちょっと探してたんですよね。その時に単機能としてまあ印刷するだけだったら、CPU のパワー使いませんので、そういう端末装置としてね使えると。で LAN は当然使えますんでね、 LAN で接続して、編集した映像というか画像ねを送ってですね、それを、XP でもってジャンクを修理したですねプリンターでもって印刷すると。そうするとですね設備投資はゼロで済むということで、考えております。はい、
そうですね、あとはまあ 3D プリンターなんかのこう端末としてね XP を使えると。それとまあ XP はちょっとこう遅いんでね、こう Linux 軽い Linux を使ってですね、まあ Unix 系のフリーソフトですねの OS に切り替えてですね、 Android でもいいんですけれども切り替えて、それをですね印刷の端末用のシステムとしてね使おうと思ってます。そんでまあそこまで設定するとですね、まあこうお仕事が増えるんですね。私の仕事じゃなくて今もちょっとお願いして手伝ってもらったりしてるんですけど、そういった簡単なね作業、こう印刷作業とかね、そういうものを増やすことでね、僕の周りの人の、まあ、雇用っていうんじゃないですけどね、そういうなんかを増やしていけたらいいなと思ってやってます。まあいろんなのを考えてるんでね、これからだから僕はまあ技術屋なんでね、技術の面でねそういったコストはかけられないんでね、もともとこううつ病からですね這い上がってきたわけですから、金はないんでね、もう金をかけずにですね、そういう意味からするとですね、ジャンクっていうのは非常に楽です。先日も前回ウォークマンを500代目のウォークマンを取得しましたっていう話したんですね。で、ウォークマン、例えば僕が売ってるのはまあ平均すると1万円ぐらいかな、8000円ぐらいかなでウォークマン売ってるんですよ。それをですね500台買ったとしたらものすごい金額になります。 だけれどもその500台のほとんどはですね、ほとんどで全てですねジャンクなんでね、ジャンク品ですとまあ高くもので、まあヴィンテージの高いものでまあ 2,3,000円ですかね。で本当に高いものだとやっぱヴィンテージのまあ高いものあるんですけどね、例えばウォークマンの初号機ね、それはだいたい落札価格がですね動いてないものですけれども、1万3000円ぐらいかな、そういうのもありますけれども、下手するとですね600円とかですね1円なんていうのもあったりなんてするんですよね。まあ動いてないんでね、こう、まあね、まあある意味ゴミですよね。でハードオフなんかも、ジャンクっていうコーナーがあって、要するにゴミですよね。以前はですねそれを例えば有料でね回収してもらったもの、それがまあある意味ジャンクでね。で秋葉原なんか昔はねジャンク屋さんっていうのがあってね、確か高架の下かなんかね、最初は何だろうと思ってたんだよね、わけのわかんない基板が多い売ってたりとかですね、古いなんかを売ってるんですよね。こう結構、ね、いい値段ついてたりなんかするんですけど、分かんなかったんですけど、その頃はですね、まあ、カシオで開発の仕事をしてたりとか、まあ、JDL ですね開発仕事してたりした時期なんでね、こう新品を作るっていう感覚からするとジャンクっていうのは、まあ、本当にゴミだったんですね。だけど、まあ、例えばカシオにいる時も品相上でこう品質チェックした後のいらない部品なんかがこう山のようにですね、捨てられるんですよね。そうして、まあ、開発の方行くといろんな、部品がねストックされてるんですよね、開発に使うのね。で僕は技術部だったの、開発ではないんですけど、一応開発部門のところに行ってですね、まあこう名前書いておくとですね、そういう部品使えるんですよね。そういったまあある意味ジャンクのものを使ってですね、いろいろとね自動測定用の機械をね作ってたんですけどね、そういうのがねまあ今につながっているということでもあるんですけど、要するにジャンクっていうゴミですね、ゴミをですねともかく役に立つようにしたい。それはゴミっていうのは機械だけの話じゃないんですよね。人間もそうですよ。ゴミとは言わないですけど、要するにお年寄りもそうですよね。現役でバリバリやってて、でもなんか病気して動けない、そういった人なんかもね、
さっきの専用機、汎用機から専用機にすることでこう生きるっていう話したんですけど、パソコンの場合はね、性能が悪くなっちゃったらもういろんなことをやるんじゃなくて、一つにその単機能に絞ってその機械のこう生きる道みたいのを探したいと、探してあげるっていう、そういうのもまあ楽しみの一つの大きい修理っていう以外にね、人もそうなんですよね。僕自身がまあうつ病でね、本当にねひどかったんでね、徘徊というかですね、落ち着かないでぐる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 部屋の周り回ってみたりとかですね、不随運動でね勝手に手は動かなかったんですけど、なんだ口とかですね、いろんなところが勝手に動いてしまうんですね。これそれ薬のせいなんですけれども、そういうのを経験して、それを乗り越えるためにねどうしたらいいかっていうのをね、いろいろ私なりにこう考えてですね実践してるんですけれども、それはね、医療の領域ではないんですよね。以前ですね、こう統合失調症って言われる、今だともうほとんど治らないんじゃないかっていうような、治らないって言うと怒られるんでね、そういった病気の人を、まあ、非常に有名な、ね、春日先生っていう、知ってる人は知ってると思いますよ、精神科医は何を考えてるかみたいなね、本を書いてベストセラーになったりとかもしてるお医者さんでね、その人が以前あそこにいたんだ、多摩市のね、多摩中央病院の院長先生をですね1年間やってたんですね。その時にちょっと知り合いになった関係でですね、今は板橋とかあっちの方にいるのかな、江戸川とかね、そっちの院長先生やってるんですけど、そこにまあセカンドオピニオンとして連れてったんですよね。そしたらですね、今以上によくはならないよって言われちゃったんでね、でちょっとがっかりしたんですけど、その時に先生が言われたのは、今の医療ではダメだって、治るとしてはですね、今の医療でないものを探しなさいって言われたんですよね。そういうところから、まあ、その突破口が開けると、なんか医療とか福祉でない部分でその突破方法を今探してるっていうところもあります。それは人分は基本的にカウンセラーというかですね、心の問題も今は個人的には受けてないんですけど、非常に大きいこう自分の中ではね大きい、エリアを占めてるもんですからね、その辺のものを含めてね、いろんなものを改善、こう使えないっていうかですね、機能的にこう劣ってしまったものをもう一回ですね復活させるっていう、このあやとき、なんていうんですかね、醍醐味っていうかね、そういうのが私の目的みたいな ね、そういうものの一環としてですね、今回もですねこういうアイロンプリント、業務用のね消化インクを使ったものを試してみました。はい、またこれはね製品化、いろんなものを製品化するのに使いますんで、またその辺ができたらですね、また紹介したいと思います。はい、ナオリンでした。失礼します。はい、こんなのです。